はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。クソデッキ製造工場長のリュウです。本日なんですが、まだね、クソデッキを作ってきたんでご紹介していきたいなと、思うんですが、本日の主役、終焉の覇王デミスさんです。ご紹介しましょう。このモンスターね、新パックで登場した謎の儀式モンスター、レベル10儀式エンドレスオブザワールドにより降臨。まあもちろんあの高等儀式ですとかでも出せます。で、このカードどういうことを持っているかっていうと、このカードのカード名は手札フィールドに存在する限り終焉のデミスとしたすが、これはまあどうでもいい。で、儀式召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り自分の儀式モンスターは戦闘では破壊されない。つまり3000のやべえモンスターが戦闘で破壊できないことは強いな。で、3番目、儀式モンスターのみを使用して儀式召喚した、これもどうでもいい、こんなことはしない。4番目、1ターンに1度2000ライフを支払い、フィールドの他のカードを全て破壊する。破壊した相手フィールドのカードの数かける100ダメージを相手に与える。弱っ100ダメージ、本当は200ダメージなんだけどね、これね。で、この2000ライフを払って全部を破壊できるっていう効果はクソ強いんですよ。なんだっけ、あのさ、こっちのさ、こっちのデミスじゃん、こっち。これ。あの、このデミスの上位互換みたいな効果持ってるんだよね。うん。見た目も格好なんでしょ？これが、なんだ、成長すると、まあ、これは多分ね、20歳くらいなんですよ、多分、こいつは。まあ、還暦を迎えて、おっさんになって、もう、お仕事をもう完全に辞めて、会長くらいになってくると、会社の会長くらいになってくると、こうなるっていうね。はい。こうなります。はい。で、こいつを、まあ、どうやって出していくかっていうと、まあ、今回、高等儀式図で出していくんだけど、もちろん別に、レベル5、2体とか、モリンフェみたいなモンスター2体とかでも出せるんですけど、今回なんでこんななんかゴミみたいな、ようわからん、誰やねんモンスターがいっぱい入ってたっていうと、これよく見ていただくと、これ全部魔法使い族なんですよ。モンスターがね、レベル2の。魔法使い族モンスターをいっぱい墓地に送ることができるんですよ。ということはですよ、マジカライズフュージョンっていう最強カードを打つと、クインテッドマジシャンが出せるんですよ。これが、最強、コンボ、デミスクインテッドです。はい。高等儀式をして、で、魔法使い族を墓地に、まあ、5体ぐらいバッと墓地送って、で、それを除外して、マジカライズフュージョン打ってクインテッドするっていう。相手の、まあ、魔法トラップとかモンスターの妨害は、この、終焉の覇王デミスの方に吸わせて、で、使ってもらって、こいつでなんかその、まあ、カード踏んで、で、その後に、クイーンデッドマジシャンで全部パしてぶん殴るっていうね。こういうデッキです。はい。どうですか？クソコンボでしょう。これがリュウ実況チャンネルですよ。デュエル。スタンバイ。高速ターンへ。高速ターンへのキモいよな。でも、これ、高速ターンエンドの何がいいかっていうと、相手が、あ、俺先行かって勘違いすることがあるんですよ。手札から予想か。何キングになりたいくらい、まあ、キングになりたいくらいだったらいけるんじゃない。まあちょっと月初とかは無理かもしれないけどね。月末くらいだったらもうなんかリンクスどうでもいいデッキでもキングになれると思うよ。何こいつ、いや、イグナイトか。はいはい、イグナイティングね、イグナイティングマスケットね。はい、羽か大嵐欲しくなるね。まあ嵐今リミット1だからさ、なんかやっぱそのカードもう全部パする系のカード、ライトニングストーム実装しない。ライトニングストームにそう、あ、待って、これ生息2体まずい、ちょっと待って、あれやらけやめよう、それだけやめよう、それだけやめよう、やめよう、あ、それはいいわ、それはいい、別にそれはよかった、大丈夫だった。あぶねー、今4000パンチマン飛んでくるかと思った。あぶねー、なんで殴んないの、なんで殴んないの、なんで殴んないの、なんで、なぜ殴らない、なぜだ、なぜ殴らない、お前は意味わかんないぞ。これさ、逆にさ、高速ターンエンドしてきて相手が本当に先行じゃねえかって思って、なんか何あれしてる説ない、勘違いしちゃってる説ない、これ。ドグラドラグノフはいいや。何これ、イグナイト、イグナイト、はい、これ何ですか、何するんですか。イグナイトを破壊してデッキからイグナイトモンスターとかしようか。なるほど、強そうだな、マスクチェンジみたいな感じか。はいはい、それ殴ってからでもいいんじゃないの。あ、打点高えな。はいはい、なるほど。こいつは、一旦に一度このカード以外の自分のフィールドのイグナイトモンスターや対象にとって、そのカードを持ち主に戻してディフィードのモンスターや選んで持ち主でデッキの一番下に戻す。でもこれ使えないじゃん今、ゴミじゃね。
とりあえずバンニングナクラベイルさんの効果を発動するで、バンニングナクラベイルさんはダメージを受けた場合このモンスター特殊召喚できる。1900ポイントの大ダメージを受けた。いいだろう、よし俺のターン行くぜ。俺のターンドロー、あ聞いたわ。一応スキルを発動するぜ。スキル発動、魔法カードを無効にされたことも考えて高等儀式術2枚目持ってくるぜ。ハリケルをデッキに戻すことによって魔法カードを手札に加えるぜ。そして最強の儀式魔法高等儀式術を発動。高等儀式術の効果により俺はデッキで存在する意味不明なモンスターたちを墓地に送るぜ。全員誰やねん。俺はハリケル、サターナ、ホーリーパワー、山に従う者ブークの魂を墓地に送り、現れろ終焉の覇王デビス。モンスターを儀式召喚、行け儀式召喚だ。終焉の覇王、すべてを破壊せよ終焉の覇王デビス。そしてデミスのモンスター効果発動。このカードはライフポイントを2000ポイント支払うことによりフィールドのカードを全て破壊する。アルティメットエンドオブザワールド、うわーブルブル。そして手札よりマジックカードマジカライズフュージョンを発動。マジカライズフュージョンの効果により俺は墓地に存在する全ての魔法使いつくモンスターの魂をゲームから除外し、あらろうクイーンジェットマジシャン、うおバーニングラックラベイルはケアさせてもらうぜ。バトル行けクイーンジェットマジシャン、アルティメット最強なんかブラックマジックモドキモンスターでダイレクトアタック、うん。最強デッキだぜ。さあファンサ、ファンサかギミックファイトかな。とりあえず手札めっちゃ決まってんな俺。よく見たら手札ガン決まってんじゃねえか。ガン決まりムーブができそうだぜ。君も僕のファンにできそうだ。おっと、おなんだそのクソラコ展開は。お前令和になってセットエンドはお前甘やぞ。マンジゴットを召喚、マンの手を持つ男の効果を発動。俺は終焉の覇王デミスで世界を終焉させていく。まあ今はなんかあれらしいけどな、なんか某国が世界を終わらそうとなんか争いを起こそうとしてるらしいけどな。さあこの誰やねんモンスターたちを墓地に送って儀式召喚、終焉の覇王デミス。そして終焉の覇王デミスの恐るべき効果を発動。2000ライフポイントを支払い、ヘッド上のカード全て破壊してる。ふはー、なにサッシー、サッシーめんど。いやだからサッシーでサッシーは出せない。サッシーで出せるのはなんていうの、サッシー以外のやつのみ。ああいいだろう、俺のバトルフェイズはまだ終了してないぜ。マジカライズフュージョンを発動。マジカライズフュージョンの効果により魔法使いつくモンスターの魂を冥界より除外し、現れいでよクインテッドマッション。そしてこのモンスターが融合召喚に成功した場合、相手フィールド上のカードを全て破壊する。つまり全て破壊が2回。強すぎー、強っ。全破壊2回はさすがに頭悪い。メロマドンナいいだろう、フリーボールやめてください。バトルフェイズします。いけクインテッドマッション、ダイレクトアタック、サッシールーキー1枚で耐えれるほど甘くないんだよ今の環境はな。悔しいでしょうねフォーさん、君も僕のファンになったかな。さあお相手の方パンドラ、最高の戦術で挑んできな。あ、ブラックマーシャン使ってないんですよ、大丈夫です。はい、ブラックマーシャン使ってないんで、僕。今、ブラックマーシャン使ってないんで。ブラックマーシャンのブロジもないんで。やばいオンスター、やばいオンスター爆誕してる。やばいオンスター爆誕してんじゃん。
おいやめろ、そんなか謎最強モンスター、封印師名声やばい、最強モンスターだ。とりあえずマンジビートが始まるぜ。俺は儀式魔法を手札に加えるが、ちょっとあのブークとこのなんかミコが引いちゃってるから、これどっちか戻さなきゃならないな。バトルフェイス行け、マンジゴット、あの封印師名声とかいうモンスターを魂の一撃、うわやっうわ死ぬ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 、やばい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 、名声に殺される、名声に殺される名声に殺される、やばい、これ次ちょベイルいないからさ、やばいやばいやばい、これちょっと2000ライン払えないじゃん、終わった、マジかよ、これマジでこれデミスマンジュピート始まるぞ。スキル発動するぜ、これが俺の切り札だって言いながら、このなんか謎モンスターをデッキに戻すことによって、こっちの方がいいか、ブークーは墓地のフリテーだ、ブークーの方がいい。そしてマジックカードを手札に加えるぜ、そして手札よりマジックカード高等儀式術を発動、高等儀式術の効果により通常モンスターをデッキから墓地に送り、いきますよ、リバースカードオープン、なーにーなーにー、まずい、このカードがフィード上に存在する限りフィード上の魔法カードの効果は届きず、フィード上の魔法カードの効果は無効が、いやでもお前のクソラゴモンスターの攻撃力は1100だぜバカめ、マンジゴットを召喚し、マンジゴットの効果を発動、もう一度儀式魔法を持ってくるぜ、そしてマンジゴットビート開始、名声がいなくなればあのままトラップカードもいなくなる、何うわちょっと待って、何この謎の名声ビートリッキ最強なんだけど。